皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大1月4日、ローカル路線バス乗り次の旅 Z、テレビ東京をご覧になった。やっぱり、田川陽介61と恵比寿吉和72のコンビじゃないと。 と思った方も少なくないのではないか。残念ながら、田川恵比寿の旅原は、昨年12月25日に最終回を迎えた。終了の理由は、歩くのが辛いという恵比寿さんの希望。とはいえ、彼が、昨年10月に上司した、死にたくない一億総就活時代の人生観、角川とにかく働いていれば調子がどんどん上向くタイプとある。真意は、どこにあるのか。 本人に聞いてみた。写真、エビスさんに、健康不安説エビス。あ、どうもどうも。すいません。テレビで見る通り、幸親者っぽい笑顔で、低姿勢のエビスさんである。旅バラを終えて、現在は、どのような生活をエビス、今、イラストを描いています。連載は月5本くらいです。漫画はほとんど書いてません。かっこ笑い。著書には、漫画家。 エビスヨシカズのストレスは漫画を描く。エビス、そうなんですよね。だから好きじゃなかったというか、アイデアが出てこないともあったが、エビス、昔は夢で見たことを起きたら鉛筆。それで書いていたことがありましたね。今は夢を見ないエビス、ぐっすり寝てます。朝は7時頃起きて、夜10時には寝てます。布団に入ったらすぐ寝ます。 漫画を書くこと自体が辛くて、時間もかかるしね、書き上げると達成感はあるんだけど、テレビに出始めちゃうとね、テレビの方が全然儲かるから、下手馬と呼ばれたことについてはどう思っているのか。エビス、いいネーミングだと思いますよ。だけど、俺の場合は、ただの下手なんだけど、人を殺し、燃やしたり、残酷な作品も多かった。エビス、売れないから、 他の人が書くような漫画じゃダメだと思って。殺すなら、よりざ、現実にいる人を悪者に仕立てて書くこともよく、ありましたね。でも、文句を言われても、これは漫画だし、何も、あなたのことを書いたわけではない、と言えます。そんな過激そうな漫画家が、テレビに出てきたら、幸親者っぽい、おじさんだった。エビス、テレビに出たら、漫画も売れると思ったら、 帰って売れなく編集者が言うには作品とのギャップがあると。あんな漫画を書く人が普通のおじさんだったのでファンが離れたそうです。ただ、テレビ出演で収入は増えましたけどねかっこ笑い。新著、死にたくないには番組で歩くから健康でいられるといった記述がある。だが発行の翌月降板を発表したのはなぜか。恵比寿 やっぱり72歳で10キロも歩くのは、きちいです。それに寒いところばっかり、ロケ行くんですよ。かっこ笑い。何のために歩いているのかわからなくなるんです。はあはあ、息も上がっちゃうしね。歩いたからといって、ゴールに何かあるわけでもないし。一応、ご褒美という熱い美味しい料理とか、婚欲とかあったが。エビス、婚欲なんかしたくないよ。みんなの前で。 最初からきつかったエビス、最初の頃もきつかったですけど、12キロくらい痩せてから。少し楽になった。でも、最後の方は、また辛くなった。田川さんとの本当の中は番組内では、喧嘩のような言い合いもあったが、エビス、喧嘩してないよ。言い合いしたかなマネージャー、昔、加藤のりこさんが、 ゲストの回で、田川さんが怒って、もう本当にあったま、来たら。今日でこの番組を終わりますっておっしゃったことがありましたよ。すると、それは困るよ。仕事なくなっちゃうって言ったましたよ。エビス、覚えて、田川さんが怒っている時は何を考えているんですかエビス、いや、冗談で言っているんだろうな、と昼中が悪いわけではないですよ。ただの歩くのが辛かった。 エビス研究家を辞任する漫画家の根本隆史さんや浅草キッドなど、エビスさんのことを面白おかしく言っているが、それは気になるのか。エビス、いえ、そんなことはないです。宣伝になるし、むしろありがたいですよ。あの人たち、仲間みたいなもんですから。まあ、あんまり付き合いはないけれども。エビスさんにサインをもらうと事故に遭うという伝説もある。ビートたけしさんも、 その一人と言われているがエビス、ええー、誰が言うのよ。そうか。でも、記事にしてもらえたらありがとうという感じですかね。バラエティでは笑われる側になっていることはエビス、それはもう、全く気にしないです。笑わすことができたということで、喜ぶくらいです。それだけ喜んでもらえればいいことですよ。嫌なのは、叩かれたり。 暴力を受けるようなことは嫌。だから苦手な人もいます。芸能人にですかエビス、いや、芸能人の中にもいるとは思いますけど、誰とは言えませんよ。それに、勘あんまりつけ。俺を叩くような人もいないですし、念を取ってきてますから、遠慮もあるのかもしれない。かつて、高橋秀樹さんが、エビスさんに対してだけ、きつく当たったことが記事になったこともあったが、エビス、 俺もあかんないけど、高橋さんの方が年上だからね。親しみも込めて、エビスって言っていると思うんだけど、違う、ね。葬式で笑ってしまうというのは本当なのか。エビス、そうですね。なんか、儀式みたいのが、すごく苦手なんです。みんながかしこまっていると、なんだかクスクス笑ってしまうんですね。死にたくないには、時折、笑顔の裏に潜む、ブラックエビスが現れる。 その一部を抜粋してみよう。僕には、とにかく、人とは争わないという大原則がある。誰かに殺されないためにも、できるだけ余計なことをせず、できるだけ人から恨まれない、つまり徹底して、無抵抗であろうと決めたのです。僕は、他人に対して、余計なことも言わないし、余計な頼み事などもしません。たとえ何か不快なことを言われても、 全く反論すらしません。これが他人に好かれるための、少なくとも嫌われないための王道だと確信しています。もちろん、人によっては喧嘩や言い合いをするお互いが分かり合いたり、認め合いたりすることもあるかもしれない。そういう関係であれば友達もいいものなのかもしれませんが、僕はそんな面倒なも、そもそもない方がいいと考える人間です。シニカルとも、超越した。 個人主義とも受け取れる内容である。そもそものエビスさんは普段からこんな考え方をしているのだろう。エビス、ああ、そんなこと書いてましたっけでも、それは間違いなくいつも思っていることです。いつ頃からそんな考え方をするよう。エビス、中学の頃にいじめを受けたせいもあるのかもしれない。いじめはちょろちょろちょろ,ちょろ受けてい、なるべくいじめられないようにどうしたらいいかは考えて、 過ごしていたというか、自分はいじめの対象になりたくはない。でも人を助ける勇気もない。な、割と迷うというか、恥ずかしい生き方をしたかな、とは思いますけそんなにひどくはないけれど、世の中の一般の人と比べて敷いげられた方なのかもしれない。で、わかんないな、どう感じるかは人それぞれですから。エビスさんは敷いげられたことを強く受け止めるタイプなのだろうか。エビス、 いやー俺ね、いじめられたことが恥ずかしいっていう気持ちが強いんです。使いっぱしりさせられたりしたけど、あんまり抵抗しないんです。命じられた通りに、それが過ぎるのを待つというか、情けないんですけど。でも、今の子供たちのようないじめではなかったですからね。今の子は、自殺まで、後先のことも考えないようなことをしますからね。相手が死んでしまったら、 いじめた方もゾッとするんじゃないでしょうか。いじめられ、死にたくないと思うようになっていったエビス、そうですね。とにかく働け生きている方がすごい面白い。死んでしまったら楽しみもない。せっかく生まれてきた。著者の中には人間には寿命もあるのだろうし、そろそろ死んでもしょうがないのかなとちょっとだけ思えるようになったとあるが。エビス、やっぱり死,死ななきゃ。 とにかく楽しいことはありますから、絶対それを経験した方がいい。生きてりゃあと、どっかで楽しいことはあります。辛いとことの方が多いという人もいるかもしれないけど、なんだろうな、とにかく悪いことばっかじゃない、と思いますよ。協定は、今も通って、エビス、以前に比べたら、全然行かなくなりました。お小遣い制になったから、エビス、それもあるし、 自分自身でも十分言ったので、昔ほどは楽しめなくなった。協定の刺激も薄れてきたのかな公営ギャンブルには、競馬や競輪など他にもあるが、なぜ協定なのかエビス、恵比寿出身が長崎で、大村は協定発祥の地ですからね。スリル、スピード、後輩とってキャッチフレーズが看板に大きく書いてありました。協定が身近にあったんです。帯風。 100万円を取るのが夢と聞いたが、エビス。80万円が最高ですね。昔はパチンコも好きだったんですけどね。あとはマージャンかな。かけマージャンで捕まったこともあった。エビス。だから今は健康マージャン。捕まってかけてはいませんよ。それもあ昔ほど面白くなくなったかもしれない。謝罪会見ではもう二度とやりません。 かけてもいいですとも言っていたが、エビス、そんなこと言ったうぬぼれてたのかな今は一番楽しいのはエビス、そうですね。やっぱり協定ですかねかっこ笑い。だけど勝てないんですよ。全然、ちょそれがちょっと死にたくないには、年齢とともに、いつの間にか積み重ねていたプライドをあっさりと捨て去るだけで、より豊かな人生という果実が得られるとの名言も出た エビス、俺そんなこと書いたかっこ笑えでも、まあ、全然と言っていいほど、プライドはないと思います。プライドよりも一食の飯ですね。お腹は減ってなく、時間通り食べます。酒もタバコもやりませんからね。食べ過ぎには、気ぃつけてます。今後は何をやっていくつもりエビス、静かに生きていければ、物欲もないですし。た、お金は欲しい。物欲がないのに、 どうしてお金を稼ぎたいエビス、贅沢もしませんけど、稼いだ分だけ長生きができそうな長生きするにはお金が必ずいるわけですからね。今欲しいものはエビス、お金かなそれで、所生期待だけ生きたいです。死んで楽しいってことは考えられないので。生きていることが絶対楽しいと思う。周りに迷惑はかけるかもしれないけど。 週刊新潮ウェーブ取材班2020年2月1日、